知っていますか？ PM2.5 大気汚染の健康被害。建築基準法ではシックハウス対策のため住宅の24時間換気が義務付けられています。しかし外気が汚れていると吸気口から汚染物質が室内に侵入してしまいます。 PM2.5 の健康への影響について専門家に聞いてみました。大気汚染というのは、汚い空気を吸い込んで、肺がんになるとかっていう問題もあるんですが、それ以外にその PM2.5 というのは非常に小さい粒子なので、肺の奥に入っていって、それで全身に入ってしまう可能性があって、そうすると血管とか循環器、そういったところで悪さをして、換気によりお家に取り込まれる PM2.5 などの小さな汚染物質を除去するため電子式囚人フィルター搭載トルネックス外気清浄機を開発しました。一般的なろ過式フィルターは目が粗いと PM2.5 のような小さな粒子は通り抜けているのをご存知ですか？花粉がこのパネルの大きさだとすると PM2.5 はこのボールの大きさになります。つまりお家の中に PM2.5 のような小さな粒子を取り入れてしまいます。一般的なろ過式フィルターは PM2.5 を補修できずに煙が右側に漏れてしまいます。一方トルネックス外気清浄機に搭載されている電子式囚人フィルターは煙をしっかり補修しているのがご覧いただけます。トルネックス外気清浄機は PM2.5、黄砂、花粉はもちろん 0.3 マイクロメートルの小さな粒子でも 95% 以上の補修力を誇ります。しかも目詰まりしにくいので換気量が変わりません。さらに外気の取り入れ口で汚れを除去するので換気経路に侵入した汚れがファンに付着するのを防ぎ、長時間適切な換気量を維持します。トルネックス外気清浄機は家庭に優しい省エネ設計。トルネックス外気清浄機は空気の質にこだわる戸建て住宅のほか、空港や病院など様々な場所に導入されています。実際に外気清浄機をご導入いただいたお客様の感想をご紹介します。友人が来た時に、大きなマスクをして、すごくこう花粉の時期だったんでね、もう辛い辛いって言ってた友人がたまたま来た時にこの部屋に入った途端、あれ？なんか喉がイライラしないんですけど、え、どうしてどうしてって彼女が言った時に、あ、ちょっと特殊な24時間換気がついてるんだよっていう話をした時に、あ、本当なんだっていうことを彼女の体験談から私は感じました。トルネックス外気清浄機、いつもきれいな空気が家全体に行き渡ります。